なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。さっきペーターさんが君のことを探してるのを見かけたぜ。ものすごい形相で君の名前を叫びながら走ってたよ。いつものことだけど本当に必死だよね、ペーターさんって。君のことに関してのみだけどね。ちょっと眠くなってきちゃったな。ここ30時間帯くらいずっと歩き通しだったからな。あ、眠い。寝たいけど今眠ったら会合に間に合わなくなるよな。でも眠い。どうしたらいいのかな。ちょっと眠くなってきちゃったな。ここ30時間帯くらいずっと歩き通しだったからな。眠い。寝たいけど今眠ったら会合に間に合わなくなるよな。でも眠い。どうしたらいいのかな。お疲れ様です。お疲れ様です。本当に随分とお疲れのようですね。私たちは平気です。私たちは慣れていますから。そうですね。あなたは慣れなくてもいいかもしれません。あなたは慣れなくても許されます。慣れたくないなら慣れなくてもいいと思いますよ。わかりません。私たちは許されないから慣れたのではありませんから。混乱させてしまいましたか。申し訳ございません。私たちは説明が下手ですから。申し訳ございません。お疲れのところを引き止めてしまっていたんですね。申し訳ございません。慣れない服を着ているせいで余計疲れているんだと思います。着替えられたらどうでしょう。その格好ではゆっくりくつろげないでしょうし、着替えられるのが良いと思います。そうですね。確かに普段着のように着慣れていませんから。息苦しいと感じるのも仕方ないかもしれません。そんなことはありませんよ。私たちは息苦しく感じませんから。普段の服とあまり変わりありません。帽子がない分動きやすいくらいです。動きにくいとまではいきませんが、動きを制限してはいると思います。
大丈夫ですか？とても疲れておられるように見えますが。部屋で休まれた方がよろしいのでは？仕方ありません。会合というのは無意味なものが多いですから。意味のない会合がほとんどです。何か決まることは滅多にありません。そうかもしれません。よく陛下たちは面倒だとおっしゃっていますから。ですが会合に参加しないわけにはいきません。それがルールですから。陛下たちが、役付きの方が参加されるなら私たちも参加しないわけにはいきません。協定で揉め事は禁止されていますが、絶対に安全なわけではありませんし。あなたは意味がないものがお嫌いなのですか？無意味な会議は面倒なだけだとおっしゃっていました。それに意味がない会合や協定があまりお好きなようには見えません。ですから意味がないものが好きではないのかと思いまして。無意味なものには価値がないと思っておられるのかと。そうですか、安心しました。嫌いだと言われなくてよかったです。無意味なものが嫌いということは私たちのことが嫌いだということですから。この世界は無意味なものが多いんです。私たちのような意味も役割もない存在がとても多い。ですから意味のないものがお嫌いなら私たちのことも嫌いだということです。私たちのような役なしカードが嫌いだということなんです。ないと思われますか？あなたには確かに分かりづらいものではあるかもしれませんが、この世界は無意味なものばかりなんです。意味のある存在など一握りくらいしかいないんですよ。無意味なものは皆同じです。無意味なものは無意味でしかありえませんから。どうあっても意味のあるものにはなれません。意味がないからこそ無意味なんですから。理解できませんか？申し訳ございません。やはり私たちは説明が下手で。申し訳ございません。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。
なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。君か。今回のことは君にとってきつかったんじゃないか。長くこの世界にいるとはいえ、君はよそ者だ。まだ慣れないことも多いだろう。引っ越しも初めてだったんだろう。ようやく少しずつ慣れてきていただろう。周りの状況がいきなり変わったんだ。さぞ驚いたことだろう。気の毒だ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。いいところに来たね。さっきニャンコが出かけたところなんだ。今の時間帯はゆっくりのんびりできるよ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。や、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。や、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。ひどいぜペーターさん。俺真面目で実直な騎士なのに。実直ですか。だからまっすぐにしか進めないんですか。あなたはいつも目的地とはほど遠い方へと直進していきますよね。そんなことないさ。まっすぐに進むだけでなく曲がったりもするんだぜ。たまに気が向けば登ったりもする。登る？ああ、木とかそういうものに登るんだ。あなたの目的地は木の上にあるんですか？木の上にはないけど、下にもないだろ。つまりさ、上に登れば見晴らしもいい。目的地が確かめられるわけだ。で、目的地を確かめてたどり着けたんですか？確かめはしたよ。でも迷ったんだ。道っていうのは、どこもかしこも複雑に迷いやすくできているよね。
ゆりかごの中にいるようだ。あれもよくもああまで泣き続けていられるものよ。わらわを眠たくさせたいのだろうか。俺はついてないだけなのにな。クジラが？遊園地や時計塔は消滅したわけではない。他の場所で存在し続ける。両方とも健在だろう。お前、あのクジラを殺したいのか。だが殺したそうな目をしているぞ。見ているだけでウキウキしてくるような目だ。実にいい。殺したがっているの。そういう衝動があれば抑えてはいけないよ。わらわも協力してあげるから。どうして衝動を抑える必要がある。凶暴な気分になる夜だってあるだろうに。わらわにはあるよ。やはりお前とわらわは違うらしい。うるさいクジラだこと。だが遊園地も時計塔もあのうるさい生き物が消したわけではない。ああ、バランスを崩すのはクジラではない。引っ越しの後、地形が変わった後はこの世界全体がおかしくなる。クジラはその一環でしかない。いつもよりもっとおかしくなるのだ。お前の世界だって季節の変わり目には感覚を崩しやすいものだろう。境が曖昧になる。誰のせいでもない。何もしなくとも時間は動くものだ。そうとも回っていくものだ。遊園地と時計塔が消えたことがそんなに落ち込むことか。お前がそこまでよその連中と親しいとはね。
お前の世界ではクジラは海にしか生息しないらしいな。どこかにしか生息しない生き物というのは分かりやすくていい。海の生き物の意味を知っているか？消えないと言ってやるのはたやすい。だがお前はそう聞けば安心できるのか？疑わずにはいられない。信じられない。それがお前という人間だろう。わらわはそんなお前が気に入っている。猜疑心にまみれ汚れた可愛い姿、わらわはそんなお前が好きだよ。普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。いらっしゃい。ちょうどいいところに来たな。俺、カードで遊んでくれる優しい友達を探してたんだ。君は優しいから付き合ってくれるだろう？ありがとう。あれ、このカードの数だと君の勝ちみたいだよ。まさか本当に勝てる？あれ、君モンスター？君って結構強いんだよな。カードに強いといろいろ困らなそうでいいよな。え、どの辺がいいのかって？食うに困ってもカードでどうにか生活していけるだろ。俺にも秘訣を教えてほしいぜ。スタンドでいい？このカードの数だと。おめでとう。君ってやっぱりすごいよ。何？どうしてそんなに素直に褒めるのって？だって君、ちゃんと褒めると変な顔するだろ。俺、案外その顔好きなんだよね。あれ、なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから、多分いつもより迷わないと思うし。あくまでいつもよりはだけど。
普段の君の格好も素敵だったけど、今の君も可愛いね。可愛いけど、君にその服は似合わないと思うな。だってそれ、役なしたちの服装だろ。なんだか機嫌がいいみたいだな。何かいいことでもあった？俺にも教えてくれたら嬉しいな。やあ、久しぶりだね。ところで、今暇かな？暇ならちょっと俺に付き合ってくれよ。連れて行きたい場所があるんだ。いらっしゃい。ちょうどいいところに来たな。俺、カードで遊んでくれる優しい友達を探してたんだ。君は優しいから付き合ってくれるだろう。ありがとう。君の俺としてはこのカードが最善だと思うよ。俺以外それはちょっと嫌かもしれないな。ゲームって楽しいよな。どうし勝てるかどうか考え始めたらキリがないぜ。無心で結果を待つのが一番だよな。ちょっと悔しいかもしれない。いや、でも引きずっちゃダメだよな。一回一回気持ちを今の君の目、双子くんたちとちょっと似てたよ。勝負を挑む目をしてた。勝てると思ったら勝てて、負けると思ったら負ける。あ、俺だ。俺の勝ちだな。嬉しいぜ。勝てるなんて思っても見なかったからさ。あれ、なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから多分いつもより迷わないと思うし、あくまでいつもよりはだけど。あれ、なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから多分いつもより迷わないと思うし、あくまでいつもよりはだけど。あれ、なんだか暇そうだね。よかったら俺と一緒に出かける？今回は仕事の一環だから多分いつもより迷わないと思うし、あくまでいつもよりはだけど。夕日って目に痛いよね。その上空が赤一色に染まってさらに目に優しくない。この白波に夕方って目に優しくない時間帯だよな。